こんにちは、粟田洋介です。今日は線を使った絵の描き方を紹介したいと思います。特に珍しい方法とかでも何でもなくて、まあありふれた方法だと思うんですが、まあこの方法で絵の構成、まあバランスですね、そういった練習にもなりますし、この方法を応用していくことによって抽象的なデザインを考えることもできると思います。それから何を描いて良いのかわからない、そういった時のスタートアップにも使えると思います。で、今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で描いていこうと思うんですが、その前に練習としてこのスケッチブックに描いていこうと思います。で、もうすぐクリスマスなので、クリスマスっぽい絵が描けたらなぁと思っています。では早速描いていきます。まずは縦でも横でもいいんですけど、ちょっと私は縦に描いていきます。で、好きなように線を描きます。そして大きい円と小さい円を描きます。描くときにバランスを考えて描いていきます。で、いくつかの円をバランスを考えながら描き足していきます。そうしたら今度はここに色をつけていきます。こんな感じでたくさんの円をバランスを考えながら描きました。まあ私はこうやって丸を描いたんですが、この形は何でもいいし、線の形もどうでもいいんですけど、大事なのはバランスを考えながら描いていくということです。したら今度はここに色をつけていきます。ここにバランスを考えながら色をつけていくんですが、まあ黒と白の2色でもいいし、私はこのピンクを使います。ペンがよく描けないんですが、これは練習なので色が塗れればいいので、まあこんな感じで今日私はピンクだけを使うんですけど、ここをピンクじゃなくて黒にしてもいいし、何色か違う色で塗ってもいいし、たくさんの色を使ってもいいと思います。大事なのはこのバランスを考えるということですね。こんな感じで塗りました。今度はこのスケッチをもとにキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。ちょっとこのスケッチを見ていたら、このキャンバスにどういう風に描こうかなっていうアイデアもちょっと浮かんできました。キャンバスにはこういう風に線を描いてもいいし、線じゃなくて色分けにしてもいいし、いろいろ方法はあると思います。で、ちょっとね、絵の具で塗っていきたいと思います。とりあえずキャンバスに背景の色を塗りました。で、今度はここの線ですね。ここに線を引いていくんですが、線を引く代わりにこの形に違う色を塗っていこうと思います。この部分ですね。クリスマスカラーのグリーンなんですが、ここに入れるのに、ちょっとここにブルーを足して、この色にあんまり違和感がないようにしていきたいと思います。こんな感じかな。この形ですね。全く同じじゃなくてもいいんですね。こんな感じどうだよ。面白いな。よし、これでいいかな。
ちょっと光って見づらかったかもしれませんが、ここにグリーン系のこの形を入れました。この最初に描いた線の部分ですね。形が全く同じではないんですが、こういう形に変わりました。今度はこの円の部分ですね。それを描いていくんですが、この円も同じようにただ丸く塗っていこうと思います。グリーンの内側は全部白にして、外側がこういう赤にしました。で、最後はこのグリーンの中に白い小さな円をたくさん描いていこうと思います。ではこんな感じでアイディアに沿ってこういう風に描きました。結構クリスマスっぽくなりましたよね。で、ここからはこのアイディアからさらに先に進んでもっと描き足していこうと思います。正直に言ってしまうと、ここの白い細かい点のあたりとか、このバランスもまあ悪くはないんですが、そこまですごいいいかっていうとまだ直しようがあると思っています。ですが私はいつもこんなところでバランスを取るのをもうやめています。これ以上バランスにこだわるのは結構完璧主義になってきて頭が硬くなってくるんですよね。なので、そんなことに頭を使うんだったら、先に進んでどんどん足していって、足していきながらバランスを整えていくという書き方をしています。でも細かいところのバランスだとかそういうのがちょっと気になる時があるんですが、出来上がってから後で見るとそういう細かいところって全然重要じゃなかったりするんですよね。逆にあんまり細かいことにこだわってるとスランプに陥ったりすることもあります。なのでこんなところで先に進もうと思います。
せっかくこのようにしてそばにいてくれているんですが、カメラのバッテリーがなくなりそうなので、ちょっと充電して、それからこの続きを書いていきます。充電が終わったので、続きを書いていきます。猫は2匹ともその辺走り回ってるんですけど、机の上にはいなくなってしまいました。こんな感じに仕上がりました。タイトルはクリスマスの空です。なんてタイトルにしようかちょっと悩んだんですが、シンプルなタイトルになりました。なんかこの先またクリスマスの絵を描いた時に同じタイトルをつけちゃうかもしれませんが、別に同じタイトルをつけたって私はいいと思っています。とりあえずこれはクリスマスの空2013年ということですね。まあこんな感じで始めてこういう風になったんですが、なんか線を引いて丸じゃなくて違う感じでもいいんですけど、なんかこんな感じで色を埋められるようななんか作って、でその色のバランスとかそういうことの練習になったりとか、そのまま練習じゃなくてそのまま作品になったりして、結構いいやり方だと思うので、興味を持った方はよかったら書いてみてください。では皆様、素敵なクリスマスをお過ごしください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。実はこの白い T シャツ、鳥の絵が描いてあるんですけど、クリスマスっていうと、アメリカではターキーのご馳走を食べるし、クリスマスキャロルだとグースを食べてましたが、日本はチキンなんですよね。やっぱりお祝いの日には大きい鳥を食べるというのご馳走、それなのに日本はチキンなのはそれしかいないんだからしょうがないじゃないかと思ってたんですけど、よくよく考えたらお祝いの時日本はタイとか地域によっては金目鯛とか赤い美味しい魚を食べますよね。その場所その場所によっていろんな風習があって面白いなと思います。ちなみにこの T シャツの鳥は結構大きい鳥ですよね。でもこんな鳥はご馳走にしてもあんまり美味しくないかもしれませんね。